皆さんこんにちは、皆さんはオイル交換をどのようにタイミングでやられてますか？何を根拠に交換をしてますか？これからはね、色とかじゃないですよ。汚れてますか、ね、黒いからダメなのか、ね、黒くなくてももしかしたらダメなのか、ね、いろんなパターンがあると思います。そう、これからはね、感覚じゃないんです。ゲージでちゃんと機械が判断する、こういう時代になりました。これは交換した方がいいですね、はい。ちなみにこちらに入っているのはジョグに入ってたオイル、そしてこちらにあの先ほど交換したアドレス V、 明らかにもうやばそうなオイルでございます、はい。ね、試しにこれを ね今オイル測ります。ここに垂らす、やっぱり、ね、これからそういう時代ですよ、ね、でとりあえずこれね、このジョグパンクし、もうパンク、要はパンクですよ。全然溝がない状態で。で、オイルも、とりあえず変えてもらえますかってね。垂らします。ね。ね、垂らしました。そしたら、オイルを見ましょう。64。要注意です。要注意。だから、変えてよかった。ね。感じじゃないですか。はい。そしたら、これちょっと一旦拭きますね。ちょっとね。ね、パーツクリーナーでちょっと。どうだろう。100に戻るかな。戻らない。戻らないよ。100にまず戻らないといけないです。戻さないとね。100に戻りました。はい。そしたら、いよいよこのアドレス V50 に入ってた、もうほとんどオイルが入ってなかった、このやつを見ましょう。ね。これからね、そういう時代ですよ。感覚でね、もう、汚いですね、なんつって。ね。垂らしました。では、スイッチオン。38、交換してくださいですね。交換に。お見えになったお兄さんのその感覚は正しかったということでよろしいですか。はい、ね、だからやっぱりね、これからこういう時代ですよね。古いけどね。ね、何やってんの、まだ変なの買ってきたんでしょ。そう、変なの買ってきちゃった、ね、何 DS さんで、ちょっと前ですけどね、これね、嫌なの、同業者とか見てると、俺競ったやつだよとか、嫌です、一番嫌でしょ、ね、すいませんね。こんな感じでね、見ることができるということでございます。ね、はい、説得力あるね。あ、もうダメですね。はい、そう、これ見たからってもうダメだけどね、はい、そう。これも黒いでしょ？でもこれはまだちょっと、もうそろそろ変えた方がいいんじゃないですか。ダメですね。要注意ですね。これはもうダメです。変えてください。ね、そう、でオイルが減ってきて、もうそうなるとどんどん汚れがね、あれするんで、こうなっちゃうんですよ。え、何がいけないのって感じします？もうこれね、オイルの手なしてないんですよ。これ以上いくとね、やばいね。そう。で、こっちはまだオイルっぽいんですよ。でもこれでも、要注意です。もう変えてください。ね。っていうような部分に来てます。ね。もうそろそろ変えないとっていうね。ですから、ね、そう、ね。今までは感覚でね、職人のバイク屋の感覚で、あ、変えた方がいいです。ね、違います。ちなみにね、このレッツ、アドレスね、前回からどれぐらい走ってるんですかね、2000キロぐらいですよ。減ってるからね。まあ、それも問題なんですよ。減っちゃってるから余計オイルにかかる負担大きくなっちゃうから。はい、なんで、まあ、1000キロぐらいで交換するっていうのは、非常にエンジンにはいいんじゃないかと私は思いますが、いかがでしょうか。ね、1000キロでね、まあ、そう、そいつのアドレス V50 のね、お兄さん、ね、たまにまあオイル交換にお見えになるんですけど、見たところタイヤ前後ともツルツルになっちゃったのも、もう買い時ですかね、もう限度超えてますね、いつ何があってもおかしくないと思いますよって一応お伝えしたんですけど、あーっつって、はい、さらには、ね、ヘッドライトバルブが切れてるで、ヘッドライトバルブは自分で前も交換したんで、お金なるべくかからないようにねっていうことだと思いますけどね。あとね、何だったっけな、何かあったな、あれっていう、これも変えないとっていうのがありましたよ。前後タイヤと、あとね、クラッチベアリング。すごい、ね。シャーッ、ものすごい音。シャーシャーって。もうダメなんですよ。ね。あれも交換、あれは高いでしょ。工事長くなっちゃうから、あれはまあ、好みに。でもあのまま乗ってたらどうなんですか？ベアリングがもし砕けちゃったら、こう入ってて、プーリーが入っててね、シャフトに。で、こう
砕けたらこうなり、こういう動きが出てきますよね。やばいですね。どうなんですかね。まあ、ベルトが変摩耗してすぐ切れますよね、おそらくね。いやー、ベルト切れてもまあ走れないは走れないよ。ベルト切れてもね、止まっちゃうだけだからって思うかもしれないですけど、その状態でもし何かあるとベルトが切れました、ね、急激なブレーキがかかりました、ロックしました、ね、後ろのタイヤツンツルでもの見事にバーストしましたみたいなね。で一気に修理代がボンボンボーンと跳ね上がって、もうやめる、乗り換える、で乗り換えるの高いよね。そう、まあそうおっしゃってました。何のお金かかるんだろうって、かかりますかかるんです、はい、便利なの、その代わり便利でしょ。だからもちろん違う、そう、ガソリンもね、廃屋入れるって言ったらね、ランニングコストが、いやそんなに変わんないでしょ。あのバイクでね、しかもあのそういう燃費のいいリッター50キロくらい走る、40から50走るバイクだったら別にそんなにね、あの廃屋に拒否感を出さなくてもね、それよりも乗らないでダメになっちゃった方が嫌じゃないかと思うんですけど、私はね、なんとかならないんですかねって、乗らないで大丈夫に保管するっていうのは基本的にはどうなんですか。メーカーはそんなこと想定してないですよね。一応、いや、メーカーはそういうことは想定してないんじゃないですか。乗らないことを想定してないと思うんで、うん、バッテリーもダメになるし、乗らなきゃね。だからたまにエンジンかけて、ちょっと近くのコンビニまで買い物に行くぐらいのね、週に1回ぐらいだと、ガソリンほとんど使わないから、どん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 ガソリンは痛むしね。だからそのあたりでどうなのかっていう感じなんですよね。まあね、それ人それぞれね、まあもちろんあるんで、それでも持っていたいっていうね、だからそのファッションっていうことみたいですけど ね、うん、確かにね、おしゃれなんだね。おしゃれなんだと私は思っちゃいました。昔はおしゃれじゃなかったんだよね、全然ね、あれね、不思議なんだよね、時代ってそういうもんですよね。今だとおしゃれなんですよ、乗るのは、ああ持ってるっていうのがね、そこなんですよね大変だね。ということでね、あのオイルね、ちゃんとこう、あ、これはダメです。こうね、そう。でもうちに来る人みんな交換しに来ちゃってるからね、見る必要ないんだよね。あえて見てね、あ、変える必要ないですね。だ、それ意味ないからね。うん、やっぱ距離で。だからそれが大体、まあ、1000キロだ、2000キロだ、3000キロなんですよ。うん、だからそうなる前に、もうね、交換するっていうのがいいんじゃないかと、思います。エンジンにはいいんじゃないか。そう、もうダメですっていう状態になってから交換だと、エンジン、この汚いオイルはエンジンの全てに回ってますから、エンジンの全てじゃない、エンジンの回る場所には全て、回る場所には全てちゃんと回ってますから、はずですから、その状、それが残ってる、多少残ります、いいわけない。で新しいのにしたって混ざるんですから ね、まあそれはいいんですけど、はい、ね、私はGTNQ やらなきゃいけない。